いい笑顔だな。悟空たち親子によって地球の平和が戻り、7年が結構経ったな。息子のご飯が天下一武道会に参加すると聞いた悟空は、占いババの力で1日だけあの世から地球に帰り参加することを決める。しかし大会の参加者である海王神と出会ったことで、魔人ブーという恐ろしい存在が復活寸前であることを知る。これ海王神のせいで目覚めたよね、これ絶対。悟空たちはブーの復活を阻止するため大会を離脱し、魔導士バビディを追い部下を倒しに行った。しかし悟空と決着をつけたいというベジータの思いを利用され、ベジータがバビディに洗脳され、あれ洗脳されてたんだ。なんかよく分かんなかったよね。ベジータの意思めっちゃ残ってたよね。悟空たちはバビディの力で武道大会に移動させられた。わっ、あ、こんにちは。ここは武道会場。バカ。あ、これ観客。周囲に根拠があるにもかかわらず躊躇なく基本弾を撃つベジータ。悟空は弾くだけで精一杯で、あ、結構強いんだ。ノーマル状態だもんな悟空。あらま、ベジータ。観客これ逃げ惑うんじゃないの、これテロじゃん。ベジータ、おめえはおらになってる。本気出させるためにわざとバビディの術にかかり自制心をなくし、そんなことをした。自制心をね、なるほどね。その躊躇とかを一切捨てたのか、迷いを捨てたみたいな。迷いを捨てたやつは大体強いからね。こうでも戦闘、貴様は俺と戦わん。シャアも迷いを捨てたシャアが最強って言われてるからね、やっぱりガンダムでも。たった一日で貴様は二度とこの世からいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことでたったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと、バカなことだと、バカなことだとって言って切れて、こう強くなる。この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。すごいプライドだよね。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。これが本心なの、ベジータの。バビディ、周りに誰もいねえ場所に帰ろう。誰もいなくなってるけどね。ほら、ベジータと戦うことにした。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパー。今のやっぱラの発音いいな。さすが声優さんだな。戦うんか。場所を移動した悟空とベジータだったが、バビディはさらにベジータを支配しようと。さらに支配とかどういうことやこれ。超洗脳みたいな。しかしベジータは悟空と戦いたい一心でバビディから完全に支配を打ち払う。それほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。ちょっと早く終わりそうにねえな。行くぞ、殺してやるカカロット。会社すぎるわ。先手必勝もいいとこやろ。強いな。あ、てか分かる、悟空いいな。分かる、悟空いいね。これ使いたいな。強い。怒涛だな。おお、フルパワーってなんだ。おお、どこ行った。フルパワー使ってみる。俺はサイヤ人の王子ベジータ様だ。まあ、あ、あれ。
みたいに聞こえる。これいい、わかる、悟空いい、かっこいい。パワーだ。当たった。とんでもねえ綺麗に。やっぱりただもんじゃなかったんだ。魔人ブーチ。知ったことか。俺たちの勝負には関係ない。どうしたか。おめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ。わかるそれやっぱり戦って勝負はお預けだ。どうやら貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだからな。ベジータ。終わらせて、待て待て、終わらせてやる。あ、くそ。とどめさせたかったな。させなかった。この辺よくわかんないんだよな。あ、生まれた。魔人ブー。悟空はベジータと魔人ブーを倒しに行こうとしたが、ベジータは悟空に不意打ちを先祖を持って去っていた。え？そして自分の命をかけてブーを倒そうとする。あれだ、サラバだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。いいよね。で、トランクス、ブルマ、ママを頼んだぞ。しかしベジータの決死の攻撃の後、魔人ブーはすぐに復活し、バビディと共に思うままに、世界を破壊していった。意識を取り戻した悟空はご飯の気を感じずに死んでしまったと思い、魔人ブーを倒す方法を考える。そして息子のゴテンとベジータの息子トランクスに合体してとてつもない強さになれるフュージョンを教えようとするが、途中ブーたちが西の都を破壊にしに行く話を聞き、トランクスがドラゴンレーダーを取りに行くことになった。悟空はその時間を稼ぐためあえて魔人ブーの前に現れ、さらに覚醒した姿を見せようとする。あそこかっこいいよね。スリーの早いの。お前ちょっと、こんなやつさっさと殺しちゃえよ。お前ら急にこうなんか本気にというか、なんだおめえ、先手必勝してきたな。バビディの言いなりか。 うるさい、なんだ、変なこと言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。はい、いつだ。やっ、気だけ使ってしまったな。やばい。何？お前なんか、お前なんか。何？嫌い。めっちゃ怒ってる。ガードがダメだったか。やばい、めっちゃ本気やん。またそれ。お前なんか。これ逃げれへんかな。あ、逃げれる。嘘だろ、逃げただろ今。めっちゃ距離取ったやん。まずい、もうあいつにもうあれ以上、あれ以上させられない。いて、強いな。お、来た。あ、こっちね。無駄だ無駄だ。ベジータだってそれやっても無駄だったろ。確かに。スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人を。どうしてそんな熱すね、わざと。超えてみっか。瞬間移動カメハメハ使って外れたらもうどうしようもないじゃん。これ2？ おお、めっちゃ、さっさとやろうぜ。ちゃかっこいい。これがスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。気力がね、まだこの変化に慣れてねえんだ。あ、攻撃も早いな。これ使ってみたい。勝負はこれからだ。だ、ありゃ、お、今のかっこいい。めちゃくちゃ強いやん。一気に終わらせる。一気に終わらせる。どうだ？ブー。これが
やらなきゃ誰がやる。冒険ね、冒険だ。映画の技だよね。トランクスの気が早く動き出した。かっけー。都を離れ始めたな。かっこよすぎるだろこれ。めっちゃかっこいいな。バチバチしてんのもいいよね。2以降のねスパーク起こってんのも。あ、怖いよなこれ。時間稼ぎに成功した悟空は瞬間移動で戻るが、その後魔人ブーはバビディを殺し自由に動き出す。さらに悟空は戦いで気を大量に使ったことにより地上にいられる時間があとわずかとなってしまった。より一層修行に真剣になった悟天やトランクスに時間ギリギリまで修行をつけるが、とうとう展開に変える時間がやってしまうのだった。エネルギーの消費が激しいんだな、スーパーセイジ3は。もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞ。そうか。うん、わかった。キャラデザサボったな。なんだ、ゴテン。うん。お、父はいるんだ。わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ。だったら早くやよかったんよ。してくれなさそうだもんな。でもしてくれんだよな。ゴテン、母ちゃんを頼んだぞ。悟空からいつ生まれたんだみたいな感じだったもんね。ゴテンのこと。髪型そっくりやな。遺伝なのかな。じゃあな、みんな死んだらまた会おうな、うん、なんちゅうこと言うねなんちゅうこと言うね。とんでもないな。これ潜在能力。あのように、戻った悟空はご飯の気を感じて瞬間移動すると、海洋深海で修行するご飯と再会することができた。その後偶然にもご飯が15代前の老海王神の封印を解き、ご飯の潜在能力を引き出してもらうことになった。フュージョンハー。ゴテンクスいいよな。パンパカパーン、ゴテンクスだ。ゴテンクスいいよな。死ね死ねミサイルいいよな本当に。一方地球ではゴテンとトランクスがフュージョンした超戦士ゴテンクスが魔人ブーと戦っていたが倒すことはできなかった。その後パワーアップを果たしたご飯はブーを倒すために地球へと向かう。ご飯はその姿を悟空はその姿を見送り海洋深海から様子を見ていた。ところがブーはゴテンクスとピッコロを吸収してさらに強くなり、ご飯に危機が訪れていた。悟空は老海洋神が命をもらって一回り、老海洋神が命をもらったんだ、フュージョン以上の効果があるというポタラを受け取って地球へ向かう。そしてご飯とポタラで合体しようとしたが、ご飯までがブーに吸収されてしまいピンチに陥ってしまう。ご飯の悪い癖やな、多分油断したんだろうな。その頃フランナイババアの助けによりベジータが地球に来た。悟空は合体してくれるように必死に頼むがベジータは拒否する。まあ、嫌だよな、あんだけプライド高かったら。しかしブルマが死に、あ、ブラ死んだんだ、トランクスが吸収されたと事実を話すとベジータは覚悟を決める。はっはぁ、見つけたぞ。このブー賢いんだよね、知性がつくんだよね、ご飯吸収したことによって。ベジータ起こせ早く。あー、もうめっちゃイケメンやなこのブー。ベジータやろうぜ。お、起こせ早く。よっしゃ、ベジータとカカロットが合体して、これもう無様な戦いできないじゃんこれ。どこかな、さらに見せてやるよ。おお、かっこいい。こいつがスーパーベジット。 BGM も相まってめちゃくちゃかっこいい。これやっぱ圧倒的な戦いをやっぱしないとね、原作再現しないと。バカダメージを与えるっていうのはこうやるんだ。
めっちゃいいな。こんなはずじゃなかったか。まあそんなに落ち込むなよ。俺だって驚いているんだ。ここまで貴様をコケにできるなんて。焦りすぎだ。やめろ。さあもう終わったからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから。お祈りでもするんだ。10も数えのないかもしれない。10も余裕ないかもしれない。ごめん、終わっちゃった。やっぱかっこよすぎる。さて果たしてうまくいくか。マジまだ生きてるわ。まだ立っとるわ。めちゃくちゃかっこええやん。ベジットいいなぁ。全員助けたんだな。その後ベジットは隙を見せ、わざと吸収されることでブーの中からご飯たちを無事救出することができた。賭けだよな本当に。しかし最初に出現した姿の魔人ブーも救出したことで、目の前のブーは自制心のない純粋なる存在と破壊衝動のまま赴くままに地球を破壊し始める。この部一番好き、かわいい。すぐに海王神によって海王神官へと逃れることができた悟空たちだったが、瞬間移動を学んだブーが目の前に瞬間移動を学んだんだ。宇宙の存亡をかけた戦いが今始まろうとしていた。あ、瞬間移動までできるんだ。カカロット、すごいやつだよ。お前はなんとなく分かってます。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守りたいものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心、得体の知れない力を生み出しているのだ。確かにそれもあるかもしれない。そう、今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするため、楽しみ、敵を殺すため、そしてプライドのために戦ってきた。だがあいつは違う。勝ちために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦う。だから相手の命を絶つことにこだわりはしない。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたから。あっこに来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人だけど、頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。喋られへんよこんなの聞かされたら。やばい、負けるしかない。ただやばいやばいやばい。俺がやらなきゃ誰がやれ。やばい、終わる。やばい、どこ行くのやつ。俺の本気見してやる。やばい、負けるかも。あ、どうなる？俺がやらなきゃ誰がやる？どっち？どうするこれ？ヘッダで負けた俺が死ぬ。いや、危ねー。めっちゃ、これは勝つ流れだったやん。いや、強いな。俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。いいんだな。オラもさっきからそうしようと思ってたんだけど、なかなかそのチャンスがねえんだ。これチャンスにならない。あいつを消してしまおうと思ったら1分間で気をためねえとな。これ消せない。これね、いけたよ。1分間俺がなんとかやつを食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。いけたよ。倒したよ、龍拳で。あ、まだ生きてるわ。めっちゃ感動すんだよ、ここ。時間を稼いでいた ベジータだったが、魔人ブーに負けてしまう。そこへミスター・サタンが現れ、魔人ブーを叩きのめすと宣言。それを見たブーはミスター・サタンを殺そうとするが、魔人ブーから最初のミスターブーじゃない、魔人ブーが分裂し、ミスターサタンを守ろうと戦い始める。だがそれも長くは持ちそうになかった。気
を貯めてたはずの悟空も力が抜けて変身が解除されてしまい、最悪のゲームとなったと、苦笑いするベジータだったが、ある一つの方法を思いつく。海王神たち、デンデン、あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。ベジータ、デンデンたちに命令し、ナメック星のドラゴンボールを集めて地球や魔人ブーに殺された人たちを蘇らせるベジータ。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。元気、これ元気玉でいいよね。ウーが相手じゃ、いくらちょっとずつ元気を生き返った地球人みんなから集めたって、少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。元気って何なんだろうね。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙人だって話ができるぞ。今でも知らんやろ、他の宇宙のやつら、他の宇宙とか星のやつら。聞こえるか、世界の人間ども。なんやこいつって。なんだベジータ、なんや。見直したぞ、みんな。オラに元気を可能な限り分けてくれ。自然とかからも集めるんだよね、動植物からも。きたー、 あそこないんだ。このミスターサタンの言うことも聞けんのかのところ。あそこいいのに、やるじゃねえかサタン。おめえはすげえよ、よく頑張った、たった一人で。今度はいいやつに生まれ変われよ。一対一で勝負して待ってんかな。ほら、もっともっと腕上げて。またな。この顔いいな。あれ、ウーロンもいるじゃん。ウーロンだっけ。元気玉のおかげで邪悪な魔人ブーを攻めし、無事地球に帰ってくる。そしてそんな悟空たちを仲間たち、そして家族が出迎えるのだった。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。ご飯と御殿と家族4人で。あ、またっていうか初めてじゃないのこれ。早くパウズ山に帰って父の手料理が食いてえぞ。なんだよ父。父大変だっただろ本当に。こうして生き残り、ブーを倒すことができた悟空は再び家族と生活を取り戻すことができたのだった。よかった、いい話だった。これ簡略化されてるけど、ウーブね、これは魔人ブーの生まれ変わりと言われている。破壊じゃ、こっからスーパー編だ。なるほどね。で、そうなると前のあれはどこ行く、どうやって行くんだ。この辺だっけ。あ、ここであれか、なんだサブのなんだっけ、ギニュー特戦隊で負けたんだっけ俺。いや多いんだよこれ普通に。グルゾーと悟空の戦いに懐いたベジータは一人ずつ戦うなど時間の無駄だと言い始める。本当だよ、ベジータの発言に理解したギニュー特戦隊はグルゾーに加え他のメンバーも悟空たちと一戦戦おうとするのだった。これメンバー変えれんのかな。貴様らに教えて。問題児なんだけどこれ。リフェーム、スキップするわ。いやこれ悟空一人だな多分。これが宇宙一ってことはこれで、これでこれで押し切るしかない。もう結構 HP がやばい。なんだと。おい、こんな数にどれだけ時間をかけるつもりだ。持つかなこれ。俺も出るぞ。さあ行くぞ。これではめるしかない。もうそんなにゲージ一本まだ残るか。
あ、もう押し切れるか。あと一人。仕方ない。私が出る。ギニュー隊長。ようやく一番強いやつが出てきた。ダメ。外した。やばい。これだ。あ、えぐい。ダークさん。今の戦法でもう行くしかないな。やばいな、ちょっとこれ強すぎるわ。結構体力残してるなこれ。チェンジだけ気をつければ。仕方ない、私が出る。ギミュー隊長、ようやく。よし、これはでかい。あ、違えた。うまい、やばいや、大丈夫だ。パターン入った。これいけんじゃないか、これ。これ入ったんじゃないか。あ、これ終わったな。だいぶ残したな。強いって、5連続は。バカな、我々記入特戦隊が負けるなど。これきついって。あの、なんか一つ乗り越えた気がする。なんかベジータ助けてくれなかったじゃん、全然。力を合わせギニュー特戦隊を詰めた悟空たちは戦意を失った様子を見て自分たちの星に帰れと施す。しかしギニュー特戦隊は隙をついて悟空を殺そうとして逆にベジータに返り討ちにされるのだった。なんだやつ、卑怯だ。ベジータの攻撃でギニュー以外の特戦隊は全滅し、とうとう敵の親玉であるフリーザが現れる。フリーザはギニューにドラゴンボールを探せを命じ、ベジータはそのギニューの後を追いかけるように行ってしまった。さらにフリーザは悟空たちを目の前にしてフリーザ軍に入らないと かと勧誘してくる。仕事熱心だな。悟空たちはもちろん断るが、フリーザに対してこれまで泣いてた桁違いの強さを感じ取っていた。するとそこへギニューを追っているはずのベジータが悟空たちの元へ戻ってくる。ただいまーって。そして戻ってきたベジータはなぜか悟空たちへと攻撃を仕掛け、あ、早速試させてもらおうかな。ベジータ、あった。ベジータの力を。ベジータ、いきなり何するんだよ。ギニューさん、地球人よりもまずはそこのサイヤ人から片付けてしまいなさい。サイヤ人対決させるつもりか。わかりました。ギニューさんだと。なんだ。ベジータのやつが裏切ったのか。名前まで変えて。あかんねえ。けど今とにかくやるしかねえ。この世界線ではベジータが体乗っ取られてんのね。ベジータ悪いな。さっきの戦いのおかげで俺はちょっと強くなってしまったかもしれない。やばい、強くなってないかもしれない。おお、しかも好き。この好き。赤バッタの前、俺の体を傷つけるんじゃない。悪い、もう遅いからね。俺の体って まさか今頃気づいたか。もう遅い、すまん、もう止まらん。俺はこの俺の能力でベジータのやつとこの俺の体を入れ替えたのだ。お前とどめさすわ。消し止め。ところでギニューさん、あ、会話が。おのれ。
ジータの体を使っても勝つことができんとは。ところで金乳さん、ドラゴあっていうドラゴみたいな、何だったのこの続きの会話が。こうなったらお前の体をもらう。チェンジ。あ、これでまずいんじゃないのこれ。ややこしくなんな、こうなると。どいてろカカロット。ベジータが割って入り元の体取り戻す。ようやくチェンジを使いやがったな。ボロボロやんけベジータ、誰のせいや。あれベジータ貴様、こうなれば多少は戦闘力が落ちようとも、テンさん、チェンジ、見境なくなってんじゃん。止まれ。あ、ギニの動きが一瞬止まり、天津飯はチェンジされるに避けることができた。お、チャオズ、ギニの動きが一瞬止まった。今の地図はチョウさん、あの波動みたいな、チェンジ波動みたいな、ナグマたちを心配し気遣えないように後を追ってきたがチャオズ、そのチャオズの超能力によってギニはカエルとチェンジし、勝負の決着がついた。クリリンたちはこれまでの戦いで傷ついた悟空とベジータ二人の体を癒すため先祖を渡す。おお、よかった、元気でも食らってるからな。フリーザに勝つには悟空だけでなくベジータの力も必要だということをクリリンたちも痛感していた。しかし部下をやられたフリーザは怒りに任せ悟空と仲間たちに攻撃を加える。誰が死ぬんだこれ。チャオズのことかーってなる。悟空とそれ以上仲間を傷つかせないためフリーザに1対1で戦いを挑むだった。悟空はね、この私と一対一で戦う？おほほほほ、初めてですよ。ここまで思い上がったおバカさんは。いいことを教えておいてやるカカロット。フリーザは変身ができる種族だ。そのサイヤ人も一緒じゃない？ほう、よくそのことを知ってましたね。どうしてわかったのでしょうか？確かに、なんで知ってんの？ギニューの野郎が口を滑らせやがったんだ。変身ってあの大猿みたいにか。でっかい猿になるんか。あんな醜い変身とは一緒にしないでください。私はパワーがありすぎるために抑えているだけですよ。ならさっさとその変身を見せた方がいいぞ。全力を出す前にやられちゃ悔やみきれねえだろう。ここまで私をバカにするとは。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやる。これはああなるんだよな、裸になるんだよな。これ驚きなさいよ。でかくなった。これの次は気持ち悪いやつだっけ。一気に倍近くまで膨れ上がったぞ。気をつけろよ、こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。でも性格も変わるんだ。これで、あのパターン入れるか。もっと本気になってた方がよかったんじゃない？あ、間違えた。記録間違えた。まだまだ。これで一回ちょっとダウンしてもらわないと。そこだ。まずい。デスボール。油断したらまずいよな。さっきの義乳戦が5連続だったから、今回もフリーザー。全然ありえるよな。少し時間をかけすぎ。よし。それでとりあえずこの段階は終わりか。ちょっと残った。あ、でも倒した、よかった。5連続、なんか変身連続で来るんかなと思った。一旦ね、一旦区切りつけないとね。あ、出た、気持ち悪いやつ。これいらん
かったんちゃう。フリーザともう一段階編集、フリーザはもう一段階編集を見せて悟空たちの力の差を見せつけようとしていた。なんかいろんな差を見せつけられてるよな。さらにフリーザは悟空をさらなる絶望へと落とそうと気づいた仲間たちの始末を兵士たちに命じる。フリーザの船から大量の兵士たちが現れた時、チャオズを連れ戻すためにやってきた亀仙人が火星に現れた。仲間たちと最後の戦争を悟空に渡し、フリーザと決着を託して、気づいた体でフリーザ軍の兵士たちに挑む。戦闘を仲間たちの思いを受け取った悟空はフリーザへ最後の戦いに挑む。ということはこれ最後の変身か。カカロットベジータ、これフュージョンの話ないよな。あ、覚えてないもんな、まだ。どうしました？二人でかかってきても私は構わないんですよ。確か1対1で、あ、でも最初にこっちから言ったのか。さすがの貴様も勝算もなくフリーザと戦ってるわけじゃないはずだ。なんかあるんか。あ、元気玉って技ならフリーザにも勝てると思って、ね、でも元気玉を打つには時間がかかりすぎてどうにも打てそうにねえんだ。ならどうするつもりなんだ。他の仲間を戦わせることはできねえ。俺が一人で奴の隙を作るしかねえ。集めながら戦うことができないのか。バカな、なぜまだ戦うんだ。俺よりも弱いお前がフリーザに勝てるわけがない。下級戦士であるお前がなぜフリーザに立ち向かえるんだ。キラキラかっこよかった、綺麗だったな。ふじゃあ、ここから始まるの。ガタガタラック。よしよし、ガッハ。勝ってん、勝ってん。ハッ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 。ついでのデスブーみたいなやめて。よし、オラの本気見せてやる。パターンだね。これさ、これ入ればね。で、このまま元気玉ね、隙をついたから。待って待って、止まってなかった、間に合わなかった。元気玉が、いい加減、この戦いにも飽きてきましたね。そろそろ終わらせましょうか。大サービスでご覧に入れましょう。本気出す？私の最後の変身、私の真の姿をご覧に入れましょう。あ、戦いの最中にね、できるもんな、こういうゲームだもんな。お待たせしました。地獄以上の恐怖をセリフありながらこれやるのかっこいいな。何をしているバカめ、最後の戦争を食いやがれ。あの、ベジータ、ベジータ、おめえもさっさと食わないのなら、その戦争を消し済みにしてやるぞ。すまねベジータ、あぶねえ。こいつに手を出す、試させてた今。使いやがって。無駄だよ。そうだ、貴様は最初からサイヤ人らしくないやつだった。仲間を守るために強さを発揮する、そんなサイヤ人など俺は聞いたことがない。ベジータならば俺が貴様に見せてやる、本物のサイヤ人の力をな。勝ちだ。初めての今回のこの悟空編で悟空以外使ったの。なんかある。やめるな。ナルト。さっきからチョコマン。邪魔ですよベジータさん。ベジータ。汚ねえ花火だ。時間がかかっちまうのは元気玉の大弱点だ。その分強いもんな。フリーザ相手じゃ。ベジータがもたれ、花火だぜ。私たちの剣を
持って行ってくれ。神様、神様、このキロ今の、あ、何、どうしちゃった、元気玉いらなかった。 神様の木を誰今のどの神様、今あの地球の、うん、なんだあれは、まさかエネルギーの塊、安心するといい。貴様を殺した後、一人残らずこの俺様が地獄を見せてやる。元気玉みたいな。チキショーク魔漢光殺法。おお、力を合わせてね。ピクロ、なんでここに。あのガキ、それにナメック星人はなんだ、どこから現れやがった。確かにどこから来たんだ。ナメック星人、そうか、奴らが。よくもこのフリーザ様をコケにしてくれたな。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。あ、星壊すことを優先した。よし、できたぞ。あら、大きさが全然違う。やれ。あ、ビーチ君かっこいい。あら、しまった。ちょっとよそ見しちゃったな。頼まれた。こんなもの、こんなもの、こんな、こわあ。すごい都合のいい起動したな今。星に渡らないように。スーパーサイヤ人にならなかったんだ。悟空は仲間たちの力を借り、元気玉でフューザーを倒した。ナメック星にいたはずのピッコロやナメック星人たちがなぜ地球にいるのかと、あ、これ地球なのか。話を聞くと、ピッコロたちはナメック星のドラゴンボールを使ったことで地球へと瞬時に移動することができたのだった。そうかそうか、地球にナメック星に2人は修行しに行ったんだったな。本来ドラゴンボールを得るには勇者として認める必要があったが、地球の神がナメック星人だと分かったことで使うことが許可されたのだった。その後、ナメック星人の子供デンデが傷ついた体を不思議な力で癒してくれた。悟空たちはナメック星人に改めて感謝を述べると、回復したベジータが姿を現す。勘違いするなよカカロット、俺は貴様らの仲間になったつもりはない。貴様はいずれこの俺が倒すということを忘れるな。せっかく祝勝会に誘ってやろうと思ったのによ。まあこのいいね、このイフはイフで。まあまあ、パーティーが始まったらそのうちひょっこり来るかもしれないしさ。今度ベジータが姿を見せるのは、オラたちと本気で戦いに来るとき。かもしれねえな。戦いたいだけじゃないの。脅かすなよ悟空。でもなんかこれトランクス生まれなさそうじゃない。ひとまずっていうか、今はフリーザたちを倒せたことを喜ぼう。人造人間編で全滅しそうじゃない。ベジータのやつも今すぐリベンジに来るわけじゃないだろうしな。あ、なんだかおら、すげえ腹が減っちまったぞ。スーパーサイヤ人になれないもんな。悟空たちの戦いによってフリーザは倒され、地球に銀河に平和が訪れた。しかし悟空の戦いは終わらない。まだ見ぬ強者が、世界の危機がある限り、悟空の戦いは仲間と共にまだまだ続いていく。まだまだ終わらんのじゃ。わ、なんかでもちょっと面白かったな。イフいいな。イフめっちゃいいじゃんこれ。イフストーリー、これここで終わりなんだ。なるほど、仲間と共にっていうあれだったんだ。ってことはなんかまだ分岐あったよね。ここはもうこれだけかな。なんかこれもうちょっと見やすくできないか。これ
囲む分岐？対戦そして決着。ちょっと待って、めっちゃ多くないこれ、今思ったけどね。めっちゃ多くない？これ分岐でしょ。ここも分岐するってことでしょ。え、ここも元気玉を使用して撃破、元気玉を使用せずに撃破ってことじゃん。あ、そうなるよな。え、めっちゃ悪くない？ちょっと待ってねえ、ちょいちょい、ここもだ。ベジータを待つ、ベジータ待たないか。はいはいはい、なるほど、もういいわお前、いいわみたいな感じになるってことか。これどこ、これ、これ何変よ、これどこ行ってますセルゲーム、どうなってんのこれ、どこにいんだ。この辺も分岐ないんかな、なんかありそうやな、魔人ブー編も。あ、あるわ、ここブーを撃退、ブーを撃退しないってこと。ブー編にも1個、セル編にも1個で、ナメック星編に1個で、なんかサイヤ人編もう1個あるな。次回これちょっとビルス様のとこやりながらこれやってみるか。ということで、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。またよかったら見てください。それではお疲れ様です。じゃあね。バイバイビー。